カズ、このままで止められちゃうなんて。スーパー、日本でも指折りの存在になったのね。なんかこう実感湧いてきちゃった。ついに肩を並べたわ、パパや社長やってる兄さんに。そうね、天性の可愛さと有り余る知性のおかげかしら。残念なのはパパに自慢できないことよね。さすがはイオリって言わせたいのに。忙しいのはパパじゃなくて私。無駄話してる暇があったら寝ないと持たないわ。ろくに睡眠も取れないのに頑張れてるのは周りの人の力も大きいわね。うちの事務所の社長や細々動いてくれるスタッフたち、それからこの子の力も大きいわ。いつも励ましてくれるし、だいたいこんなとこね。遅くまでお疲れ様。では君たちのアイドルランク報告だ。さっきアミとマミに会ったわ。無駄に元気で調子良さそうだったわ。主に頑張るのはあんただけどね。仕事バリバリやりたい気分なの。だからこれぐらいまでには再開して。